でしょうか、団長さん。見たらほっとしました。それで雇用券というのは。一人でお留守番よりはいいかもですけど、私なんかでいいんですか。団長さんのお役に立てるのは嬉しいですけど、自信がないかもです。正直、私より強いフラワーナイトもいっぱいいますよね。理由がわからないかもです。そうなんですか。私は特別なことはしてないと思いますけど。でも私、指揮能力があるわけじゃないです。隅っこでみんなの話を聞いているだけで楽しいって言いますか。でしょうか。自分ではわからないかもです。そうですよね。いつも通り頑張っていつも通りにやります。
ことがありまして、それから3日間森の中をさまよったんです。無事に救出されるまでサボテンさんは害虫から私を守り続けてくれたんです。あの背中は今でも目に焼き付いているかもです。いたんですよ、ずっと私の隣に。知ってる通りサボテンさんは無口ですから。でも森ではぐれた私のそばで確かに励ましてくれたんです。大丈夫、一人にしないって。その言葉とその時見たサボテンさんの強さへの憧れで、私はフラワーナイトになるために頑張れたんです。反対に一人になると心細くなっちゃうんですけど、私なんかがサボテンさんの舞台に。私のこと覚えてますか？嬉しい、覚えていてくれたんですね。私サボテンさんのようなフラワーナイトを目指しているんです。周りを守れる強いフラワーナイトに。私何かサボテンさんを怒らせるようなことしちゃったんでしょうか？そっか、じゃあ私も負けないです。私の花言葉も燃える恋ですから。大丈夫ですよ、団長さん。私が一緒にいますから。私、次女なんです。上には甘えさせてくれるお姉ちゃんがいて、下には頑張ってほしい妹がいて、毎日とても楽しく暮らしていました。そのせいか一人になる時間がなかなかなくて、だからかもしれないですけど、一人になるととっても心細くなるんです。その今の私は一人じゃないですよ。騎士団には仲間がいて、団長さんがいます。私の心は一人じゃないです。だけどやっぱり不安になる時もあって、そういう
不安とか孤独とか私にはわかるかもです。だから団長さん、私ずっとここにいますからね。私はどっちかっていうと人の陰に隠れてたような。絶妙。私はただ必死で戦ってただけなんですけど、ラッキーだったのかもです。団長さんにそう言われるとそうなのかもです。なんだか自分のことじゃないみたいですけど、そんな褒められると困るかもです。私が団長さんを励ますつもりがなんだか逆になっているような。団長さんこそフラワーナイトをかばって怪我までして、あそこで団長さんが飛び出さなかったら何人か大怪我をしてたと思います。すごいです。いざとなったら私が団長さんを抱えて逃げます。これでもフラワーナイトですから、それくらい余裕かもです。それにきっとサボテンさんが探してくれています。サボテンさんのことだからすぐに見つけてくれますよ。だからもう少しだけ我慢してください。大丈夫です。助けが来るまで絶対に一人にしませんから。すごいですね。他のみんなも守って、私と団長さんもすぐ見つけてくれて。とんでもないです。逆に団長さんがいてくれるから私はしっかりしていられたというか、しょうがなかったかもです。団長さんと一緒だと勇気が出るのかもです。私はまだまだですけど、団長さんのそばにいれば強くなれるかもです。だからこれからもよろしくお願いします。